おすすめポイントとしては、まずこの持つ場所がないので、こういう直感的にね、こういう感じで持てるというところ、あと携帯に便利、細長いのでもうサッサッとしまい込むことができます。そしてボタンもシンプルで、弱いやつと強いやつの2パターンで、温度も4つ選択できるという点、あと掃除が楽。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ペットを飼っている皆様、本日紹介しますのはジェリーフィッシュスマートペットドライヤー、紹介します。提供させていただきました。はい、というわけでこちらでございます。大きいです。ハンドヘルドパワフルペットドライヤー、こちらを紹介していきたいと思います。監督も愛犬がおります。トイプードル10歳、ナビオスでございます。そろそろカットに行きたいかなという。本日はですね、愛犬に使ってみてしっかりとレビューしていきたいと思います。このワンちゃん可愛いです。裏を見ますとこちらでございます。ノズルがですね、こちら3つついておりますね。こちら大きいよ。家族の一員であるペットのために、より早くより簡単にふわふわに乾かす優れた乾燥力。中を見ますと取説も書いておりまして、商品自体もやっぱりいいものなので、紙もねペラペラの紙じゃなくてちゃんとねしっかりした紙質でございます。中身見てください、このガジェット感がいいですね。まずは本体を出しますね。こちらまずこのドライヤーというと持ち手があるかと思うんですけども、なんとこちらございません。いや結構高級感がありますね。この電源コードを含んだ本体と、こちらにですねノズルが3つ入っております。細いタイプが2つですね、普通の丸タイプが1つ、その3つのノズルのみとなっております。では早速洗っていきたいなと思います。準備はいいか。では着替えていきます。はい、まさかのラッシュガード、こちらの動画で購入した、まさかここで使うとは思いませんでした。というわけで早速行っていきたいと思います。いつもこちらを使って洗っております。ペット用シャンプーでめちゃくちゃおすすめでございます。足からゆっくりとかけていきますよ。大丈夫かな、みおじいちゃんになってた。はい、どうでしょうか。よし、そのままだよ、そのままだよ。あ、偉い、偉いね。あ、めちゃくちゃ偉いね。大丈夫か、触れてる。どうしたの。ドビーだ、ドビー。バスタオル。オフ、オフ、オフ。よし、新しいドライヤー、使うか。行きましょう。よし、お前の立ち位置は分かるだろ。その椅子の上だ、椅子の上に行くんだ。よし、あーやめろ。行くよ、新しいの行くよ。あ、大丈夫大丈夫、スイッチオン。はい、次ちょっと細いの当てみたいと思います。こっち行こう。怖いの。触れてんの大丈夫？大丈夫？いい？もう一回いくよ。最初は言うすぎる。最初、あーちょっと。ラスト、これいきたいと思います。頑張ろうか。いいんじゃないでしょうか。おお。というわけで乾かし終わりました。体感としてはですね、いつものドライヤーの本当に半分ぐらいのスピードで乾きましたね。ただ初めての音なのか、最初ちょっとすごい逃げたがって怖がっておりましたが、まあ多分慣れでしょうね。何回かすることによって怖がりはなくなるかと思います。ボタンはシンプルですね。これが逆で、ほぼほぼね風は来ないですね。上に上げると、そう、ジェリーフィッ
フィッシュってこれクラゲのマークなんだ。で、モチなんですけども、最初なんか違和感あるかなと思ったけども、こういう感じだったりとか、こういう感じでやったりとかすると、この方がなんか行動の制限がなく、ほんとスムーズにできますね。これなんか熱いのかなと思うんですけども、全然熱くないです、ここ。はい、で、今回こちら3つついております。これだとちょっとね、口の部分が細いので、ほんとピンポイントで、まあ、基本はこれを使っていいかなという感じです。ただ、500g なんで、ちょっと長く持ったら重いかなという感触は実際にありました。はい、というわけでですね、ヘアドライヤーこちら使いました。このペットドライヤーなんですけども、ペット愛好家による一流の研究と実用テストを得て開発されたのがこちらのペットのためのドライヤーとなっております。まあ、正直人間も使えるなと思いますね。こういう感じでパワーがあっていいです。口径は40。仕様を見てみますと、まずノズルなんですけども3つついております。こちらが丸ノズルでございます。ここにつけて回す感じです。そしてこちらナノフラットノズル、こちらがワイドフラットノズル。つけ方はとても簡単です。ここの点がありますので、こことここを合わせてこうっていう感じで、もうそして外すときははいはいという感じです。最初はこの持ち手がないので持ちづらいのかなと思ったんですけども、全然そんなことはありません。むしろほんと持ち方は自由なので、いろんな角度からね、うまい具合にこういう隙間に入ったりとかできるので、360度ぐる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 いけるぞみたいな。とにかく細長いので、ポンと隙間にですね収納することができます。重さは約 500g。 実際使ってみて片手で全然できましたね。携帯性がとても変わっております。こちらですね、人工光学に基づいたデザインとなっておりまして、重量配分は中心になっていますので、例えばここ持ってガンって下がったりして、バランスが本当に持ちやすいです。そして持ち手のここ、はい、親切設計、滑ったりするんですけども、ここは滑り止めみたいな感じになってまして、ここを掴むことによってもうガッツリ止まるので、ガチって持って、はい。そしてあとこちら、監督が一番ね実際使ってみて良かったなと思ったのは速乾性。今まで使っていたものと比べて大体もう半分ぐらいのスピードになりました。まあ、ただ今回ですね、ナビがね怖がっていたのでちょっと苦戦したんですけども、ある程度慣れたら本当に半分ぐらいの時間で時短ができます。熱損失を低減、ノズルで強力な風速を実現しております。確かに風速高いような音が結構響き当たりますね。この最小はそんなにないですけども、強くするとで、こちら風量が結構あるので、長毛なワンちゃん猫ちゃんにもおすすめです。ただ最初はちょっとびっくりするかもしれません。電源に関してはここの、ね、風量は2つですね。風量1、これが風量2で、ここですね、ボタンを押すことによって切り替えることができます。4色の LED ランプ、これが青が冷たい、はい。で、黄色、オレンジ、まあ、熱いというわけです。で、熱いと言い当てても、そこまで熱っていう感じではなく、いい感じの暖かさになっております。2つの風量、そして4つの温度設定を直感的に操作することができます。ちなみに、よりマイルドにする場合は、あえてこのね、ノズルを使わずに、これだけで乾かすということもできます。はい。で、この音なんですけども、75dB というわけでです。ちょっと初めて聞くには大きいかなと思ったんですけども、まあ、慣れてくれば、そこまでね、怖がらないかと思います。その風量がある分、乾くスピードが半分以上に減るので、これはね、どちらを取るのかという部分でしょう。はい。で、この内部部品については、防水ナノコーティングで、たとえ水が入ったとしても、ここですね、はい、ちゃんと防水コーティングされておりますので、壊れづらいです。そして定期的なクリーニングに便利な、磁気ロック解除カバーというものがあります。で、これ何ぞやというわけです。はい、ここ外せます。そしてここに、あ、ホコリがね、ちょっと今溜まってんですけども、わかるでしょうか。掃除がしやすい。ちょっと、ここに待ってる。はい。こういう感じでですね、ティッシュとか、ささっとね、取れる感じのものですね。で、これもすぐ、もう磁石で、磁気になってますので、めちゃくちゃ掃除しやすいです。はい。というわけで、こちら、ジェリーフィッシュのペット用ドライヤーを紹介させていただきました。はい。このチャンネルではですね、監督が、これはすげえととか、ガジェットだったりとか、共有したいことだったりを中心に動画にしております。ぜひ興味がある方は、チャンネル登録を押して、他の動画もぜひご覧ください。ペット用もですね、何個かありますので、ご覧ください。ご自宅でワンちゃん、猫ちゃんがいて、シャンプーする方はですね、こちら一つあるだけで使い勝手だったり時間が半分になりますので、ぜひ概要欄をご覧ください。疲れてる。さっき眠そうだったでしょ。大丈夫？そうかなったでしょ。パパ、あ、かわいい。着替えていきます。トゥいきます。まさか、まさか。はい、というわけで、こちら、というわけでこちら、はい、というわけでこちら、はい、手もですね、はい、ふわふわになっております。